はい、速稼塾の久保です。 FX の毎日の相場解説なんですけども、もうねさすがに4年目5年目に入ると私の相場解説もね結構強に行ったもんで、私自身はすごくね自信を持ってできるようになりました。いやさすがにね FX も最初の1年は勝てなかったんですけども、3年とかやっていくと誰でもプロになりますよ。これは誰でもプロになります。まあですんでね、1年みっちりやってみて全く勝てなくても分からなくても全然ビビることはないです。まあもともと FX って1年とかね、まあ2年経たないうちに諦める人がいるから成り立つってところもありますんでね。まあ年数だけではありません。1日どのぐらいやったのか、そしてどのぐらい暗記していったのかってところも大事になってきますんで、 FX の基礎講座はまだ受けられてない方はね絶対受けてほしいと思いますし、まあ受講しないまでもですね、もう基礎は絶対に暗記しなくてはなりません。暗記しないと勝てるわけがないとまで言い切らせてもらいます。それでは今日の相場解説です。もうね暗記していることを前提で来年は行かないといけない部分もあるかなと思いますけども、まあ相場解説というかね FX は今まで以上に厳しくいこうかと思いますね。勝てるやつを。でこれはまずは週足なんですけども、もうこれ分かりますよね、このやり方。もうこれね何年やったかなってことですよ。こういうやり方はこういう風になってきますね。去年や一昨年のことも思い出しますよ、私これを引いてる時点で。で、現在はこういう風に下目線がずっと続いてます。移動平均線もずっと下に行ってるでしょ。だからこれがセルの強いトレンドなんですよ、うん、ここから起きてますよね。ドカーンといってズバーンといって、でドカーンといってズバーンといって下がって、それからというものを下げトレンドが続いてると。でこの線でね跳ね返ると思ったんですよ。今までは跳ね返ってましたから、こうやってね。で待ち構えていたら今回は跳ね返らずにそのまま下の方に行っちゃったんで、まあフェーズが変わってここになるなと、円高基調だなと思うわけなんですよ。で今後ですね、昨日もお話しましたけども、アメリカをはじめとする世界の財政出動によって日本の国家予算みたいな金額がどん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 市場にあふれ出すと、これね日本政府も財政出動しなければ、今のままの緊縮体制だと円がどんどんね安くなっちゃうんですよ。今円高の方で行きましたけども、これ円安になっちゃいますよ。円安になるってことはこっちに進むってことなんですよ。もう私たちトレーダーはどっちに進んでも利益は取れますけども、多分国としての機能がね日本は失われちゃうんじゃないかなと思います。今はねちょっとね円安に耐えられないと思いますからね。はい、ちょっと余談を申し上げましたけども、じゃあ次日足行きましょうか。日足はトレンドが完全にこう下目線ですよね、こういう風にね。まあそれだけです。もう下目線ですよ。移動平均線を追ってみますよ。こんな感じになってるでしょ。こういう風な線が見るたんびに引けないとダメですよ。でこの上でいろんなねダブルトップとかサンバガラスとかが見えてくればもっといいわけなんですよ。さあそれではね、この日足の中で今サンバガラスって言いましたから、サンバガラスを見つけてもらいます。できますか。何個かありますよね。まあそういうことなんですよ。こういったチャートの中で坂田五法の法則が見つけられるかなとか、フラッグが抜き出せるかなとか、ウェッジってものが見出せるかなっていうのをこれからもね見ていただきたいと思います。それが何よりのテキストです。ぼーっと眺めていたらダメなんですよ。この中でいくつね法則が見つけられるかってことを日々日々繰り返すわけなんですよ。はい、では4時間足です。4時間足なんですけども、全体としては右肩下がりですよね。でもその中でも細かく見ると下がってるところもあれば上がってるところもあって、下がったんだけどもちょっと突き抜けて上がってみたいなことを繰り返してギザギザいってるじゃないですか。となると今のこの陽線っていうのはもしかしたら天井につくまでの上昇を表してるのかもしれませんよね。一時的なものかなというところです。で1時間を見て確かめるわけなんですよ、ね、今どうですかね。この辺は横ばいと言ってもいいでしょう。で窓を開けて下がっていく、窓を埋めての上昇、これは金融財政出動93兆円アメリカの発表、要するにトランプ大統領の署名があったからですよね。その後トレンドの方向にやっぱり戻っていくわけですよ。ただね、私これからはこの93兆円をはじめとする各国の財政出動がこれから実行に移されるわけですよ。実行してマネーがすられて市場に出ていくと、私は円安の方向に一気に行くと思うんですよね。要するに決定ではなくて実態になってくるからなんですよ。
で、そこは警戒していかなくてはならないかなっていうのが来年の展望です。はい、というところでね、今年1年 FX の相場解説お付き合いいただきましてありがとうございました。利益が取れてきたよっていうふうな報告もいただいてます。そしてまだね、十分利益が取れてない方、ロットがまだね 0.01 とか 0.02 みたいにまだ少なくって勇気が出ない方、やっぱりね、この2つこれから攻略していきましょう。1つ目は暗記がしっかりできているかどうかです。これは FX の基礎講座を3ヶ月かけてお送りしました。こちらを3つでやっておけば大丈夫です。これを覚えておけば勝てます。2つ目はせっかく覚えたことを実際のチャートの中で見つけれるかどうかなんですよ。 FX の基礎講座の中にはそれもトレーニングの中に入ってましたよね。あれを繰り返しやってください。暗記ができたと思ったらそれを繰り返しやることによって暗記ができたかどうかっていうのを確かめることができますから。そうすると3つ目は度胸です。分かっちゃいるんだけども、ここでね、1ロット生きるかどうかっていうのはかなりね、これ精神的な勇気がいるんですよ。だから勇気は勇気で鍛えておかないと、これね、いつまでたっても 0.01 だと確かに傷は少ないですよ。でも利益も出ないじゃないですか。とてもじゃないけども月間の利益が1000円とか3000円とか5000円じゃ生きていけないですよ。で、私たちはね、50万とか100万っていう単位で利益を出さないといけないんですよ。私でもね、毎月50万のコンスタントな利益って難しいです。毎月50万コンスタントには出せていないですよ。これは突発的に100万200万のところがあって、平均してみたらね、やっぱりね、20万前後だったりするんですよ、平均値は。で、プラスアルファでドーンと突き上げるときが、例えばね、100万みたいなね、50万みたいなのがたまにあるからやっていけますけども、年間トータルで1000万ぐらいになりますけども、でも、本当にね、そんな特別なときっていうのはそんなにたびたび起きませんから、通常は7割ぐらいは本当に安定した相場の中で利益取っていかないといけないんですよ。で、そうなると、ロットを増やしていくしかないんですよね。ロットを増やそうと思うと、それなりに、相場解説も緻密にならないといけないですし、ロットを増やすっていう度胸も勇気もいるんですよ。というのが、エントリーしたらマイナス3500円出るわけですよ。エントリーしたらマイナス1万2000円出るわけですよ。これスプレッドだけで最初にエントリーした瞬間にそれだけ出るわけですよ。まずそこに耐えなければならないんですよね。で、ちょっと傾いたらマイナス2万とか3万とかなるわけですよ。それに耐え抜いていかないとロット3とかロット5っていうのはいけないわけなんですよ。で、ロット1も同じです。エントリーした瞬間にマイナス1200とか1500って出るわけですよね。それはもう最初の値動きの前のスプレッドで出るわけですよ。そこにまずはね、耐えていかないといけないんですよね。で、それが慣れてきて、マイナス5000の含み損も全然減っちゃら、これは読みの段階だよと、ロスカットラインかかったわけじゃないからねみたいなことで思えていかないといけないんですよ。だからね、やっぱりね、精神的なところが結局は最後には顔を出すなと思いますよね。そしてトレードで勝ってる人はその勇気をみんなが持ってるわけですから、そんなね、タフな精神状態の人とやり合っていくわけですから、それは並大抵ではないと思います。そういうのも込みでね、令和3年の相場解説はさらにね、精度を上げて、そして伝えやすく分かりやすくを心がけていこうかと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。